トマス・マシューズはイギリス海軍の士官である。後に帝督にまで昇進した。1690年に海軍に入隊し、大同盟戦争とスペイン継承戦争の戦闘を含めた多くの艦上の任務をこなした。艦隊の指揮官の時もあれば、ランダーフコートの自宅で過ごす時期もあった。1718年にパッサロ・ミサキの戦いでさあ、ジョージ・ビングと共に戦って、名を挙げ、 地中海やインド洋の艦隊で指揮を取った後、一旦海軍から退いたが、1741年のイギリスのオーストリア継承戦争参戦の五海軍に復帰し、地中海艦隊の指揮官となった。しかし、イタリア半島諸国への大使を兼ねて多忙であった上、自席指揮官のリチャード・レストックとは不仲であった。海軍経歴での頂点である1744年の フーロンの海戦でマシューズはフランスとスペインの連合艦隊の妨害を意図していたが、この戦闘は混乱し、指揮系統が崩壊した。相手よりも力が勝っていたにもかかわらず、マシューズは重大な戦果を上げることができず、イギリスの艦隊は一隻を失い、他数隻がかなりの損害を受けた。しかし敵軍は一隻を失っただけでその場から立ち去った。勝利を掴み損ねたことで、 国民は怒り、数人の士官を対象に、一連の軍法会議と、サモン会が開催されて、彼らは免職された。マシューズの自席指揮官である、レストックも出廷したが無罪となり、裁判で、マシューズの拙い戦略と短絡的で、馬鹿げた攻撃を非難したため、マシューズは裁判で有罪を言い渡され、海軍を罷免された。裁判の後はランダーフへ戻り、 ロンドンに転居して1751年によう去った。バルフルール・ミサキとラ・オーグの改戦1676年、エドワード・マシューズ大佐の息子として、ランダーフコートに生まれた。母方の祖父は、サートマス・アームストロングであったが、1684年の、ライハウス・インボー事件に加担した角で処刑された。マシューズは、ウェールズ出身のナイトシャクであるサーダ・フィド・アップ・マシューと、 フランスをおるい6世とも血縁関係にあった。1690年に海軍に入隊し、アルベマールの艦上で、おじでアルサーフランシス・ホイラーの指揮の下で任務に就いた。大同盟戦争の間はアルベマールに上官し、おそらくは、ビーチヘッドの海戦に名を連ね、バルフルール・ミサキとラ・オーグの海戦にも参戦したと思われる。1697年には、 ジェームズ・リトルトン艦長の元ポートランドに上官し、1699年10月31日には、マシュー・アイルマール中将の会議として、アイルマールの機関母院に乗り、地中海でアイルマールと共に任務に就いた後、1700年にディール・キャッスルに移動した。1703年の5月24日には、ヤーマスの指揮官に昇進して、ジョン・グレードンと共に、 西インド諸島での任務に携わった。パッサロミサキの海鮮マシューズは1704年からドーバー海峡でキングセールで1708年10月にはグロスターでそれぞれ指揮を取った。その次に乗務したのは新たに作られたチェスターでバークレー卿を率いる海峡艦隊の一隻であった。この艦隊は1709年の初頭に ルネ・デュ・グエ・トゥルアンの小規模なフランス艦隊とデクアした。イギリス軍はこの艦隊を追跡して、フランス艦隊が打破したブリストルを取り返し、フランス艦のグロワールを打破した。マシューズと軍艦チェスターは、その後1710年にジョージ・マーティン・ジュンショーの艦隊に加わり、ノバスコシアの征服と攻略に参戦した。1711年の夏、マシューズは護創船団を率いて、 ニューヨークに向かった後、ボストンのサー・ホーベンデン・ウォーカーに合流した。チスターは、この遠征で大嵐にあってひどく破損し、イギリスに修理のため戻された。この遠征の後マシューズは、感情の任務を退き、その後の数年間を家族とともに、ランダーフで過ごした。1718年1月、4カ国同盟戦争の勃発後にマシューズは戦列に、復帰し、 ケントが修理に出されている間、プリンスフレデリックの臨時の指揮を取った。1718年3月31日には、ケントの指揮官となり、ジョージ・ビングの指揮下にある地中海艦隊に加わった。パッサロ・ミサキの戦いに参戦したマシューズは、メッシーナの封鎖に部隊を率いておもき、スペイン軍に加わっていた、イギリス人中将のジョージ・カモックを、成功を期待しつつ迎撃した。しかし、 カモックはどうにかイギリス軍を避け、1月に小船で逃亡した。イギリス軍は1720年の秋までシチリアを封鎖し、そしてマシューズとビングは帰国した。マシューズはイギリス政府が海賊退臣のために派遣した艦隊のリーダーとしてライオン号に乗り込み、マダガスカルへ向かった。これは1718年に、 ウッツ・ロジャーズがニュープロビデンス島の海賊たちを壊滅させた後、マダガスカルを新たな住処として、海賊行為を行う者たちを退治するためであった。しかし、戦闘オーガスティン1に到着したマシューズはその地に、海賊はいないと判断して、後続船が来ないうちに、ボンベイに向かってしまった。1722年から1724年まで、 マシューズは東インド諸島に小艦隊を率いてマラバールコーストのマラーター同盟帝徳カナージ・アングリアを追放する任務に就いた。マシューズの艦隊が現れたことでアングレの活動はかなりの窮地に陥った。しかし彼らの砦は難攻不落だった。マシューズの艦隊はビジャイドルグとコラバの両砦を攻撃するためにゴアから出航したポルトガルの部隊を支援したが 撃退された。1724年にマシューズはイギリスへ戻り、それ以来海軍からは大々的に身を引いて、昇進も受けなかった。1736年になって、チャタム造船所の長官となったが、この職は、軍人ではなく文官のものであるとみなされていた。リチャード・レストック・オーストリア継承戦争の初期において、スペインとの戦争が始まり、フランスとの交戦も差し迫った頃、 マシューズは直ちに赤色中条への昇進を受け、前線に復帰した。1741年3月13日のことだった。地中海艦隊の指揮を任されたマシューズは、サルデーニャ王国の国王カルロエマヌエレ3世、そしてその他のイタリアの諸公への全権委任大使にも任命された。この人事は多少意外なものであった。マシューズは特に戦果を挙げたわけでもなく、 何年もの間海軍から遠ざかっていた。地中海艦隊におけるマシューズの自席指揮官はリチャード・レストックで、マシューズはチャタム造船所の長官時代からこの人物を知っていた。その当時のレストックはミドウェイ側に駐留する警備官の指揮をとっていた。両者は不仲であり、地中海艦隊の指揮官に任命された時、マシューズはレストックを召喚するように要請したが、 海軍本部はそれを断った。地中海でもマシューズとレストックは不仲なままであった。両者が腹を割って話したこともなく、それがもとでマシューズは外交の仕事で混乱し続けていた。1742年、マシューズはカルロス3世に中立を強いるためナポリに小艦隊を派遣した。この艦隊の指揮官は順将のウィリアム・マーティンで、マーティンは 交渉を始めるのを拒否し、国王が回答するまでに30分の時間を与えた。ナポリ市民はイギリスの要求を飲まざるを得なかった。6月、サントロペノワンに避難したスペインのガレー戦艦隊がマシューズの艦隊が放った河川によって炎上した。一方スペイン軍の本隊はトゥーロンに難を逃れたが、イエールから出港したイギリス艦隊に監視されていた。 1744年の2月21日になって、スペイン艦隊がフランス艦隊と共に海上に現れた。帰還に戻ったマシューズは、この連合艦隊を追跡し、2月22日から23日にかけて、両軍の間で戦闘が行われた。トゥーロンの海戦で被弾するイギリス関係風の中、艦隊が互いに接近するに従って散らばっていき、 やがて2月22日に戦闘へと展開した。マシューズは戦列を組むように信号を送った。夜になっても戦列は整わず、このためマシューズは、まず戦列を整えるようにとの目的で、風上に停戦の信号を掲げた。戦闘と中英の艦隊はそれに従ったが、後衛艦隊のレストックは停戦を命じたものの、戦列を組んではいなかった。 2月21日の日没までにイギリス艦隊の後営は戦闘や中営からかなり隔たっていた。マシューズは共に交戦するのを嫌がって未だ戦列を組まないレストックに艦をもっと動かすように信号を送ったが、レストックの回答は遅く、そのため仏西の連合艦隊は密かに南の方へと離れていった。マシューズはこの艦隊が離れていって、 ジブラルタル海峡を通過して、ブレストのフランス艦隊と合流し、イギリス本土への進行計画を実践するのを恐れていた。自分の仕事は攻撃であることをわきまえていたマッシューズは、味方に信号を送って、機関であるナムール航線を知らせ、スペイン軍の後衛を攻めるために、午前1時に戦列を抜けた。ナムールには、ジェームズ・コーンウォール艦長のマルバラが、並行していた。 その間、戦列を組めという信号は翻ったままだった。この二つの異なる信号が同時に翻り、これが混乱を招いて、エドワード・ホークをはじめ多くのイギリス軍指揮官がマシューズに従った。イギリス軍の指揮官は数の上では非常に勝っていたものの、支援体制は万全ではなく、指揮官の間に不安があった。また、レストックのようにおそらくはマシューズが、 窮地にあるのを喜び、助けようともしない、指揮官もいた。ナムールとマルバラは敵陣の艦隊に侵傷したが、損失もまた大きかった。午前5時、スペイン艦隊の救援のために、フランス艦隊がやってきて、一部のイギリス人指揮官は、この状況をフランスがイギリス艦隊の周囲を開港して包囲する作戦で、あると受け取った。マシューズからは、何の命令もなく、 明確な指揮系統による指示もなかったため、イギリスの戦列は崩壊し、北西の方向へと散り始めた。スペイン軍はなおも防戦体制でいたため、無防備な丸腹を見過ごし、打歩できなかったが、イギリスに打歩されていたポデルを取り返した。フランスとスペインの連合艦隊はその後再び、南西への一斉射撃を始めた。23日になって、イギリス艦隊は、 再集結することができ、追跡を再開した。再び敵軍に追いついたイギリス軍は、破損した艦の牽引を相手に妨害されたが、ポデルをまたも手中に収めた。マシューズはそれを焼くように命じた。イギリス軍は敵の艦隊まで数マイルのところに迫ってきていたが、マシューズはまたも艦隊に停戦信号を送った。翌十四日、フランスとスペインの連合艦隊はほぼ視界から消え、 マシューズはイエールに戻って、ミノルカ島のマホン港に艦隊を進め、3月の初めにそこに上陸した。力で劣る軍を相手にしてのイギリス海軍の決戦による失敗の結果は大きかった。敵艦隊はイタリア中流のスペイン軍に部隊や物資を割り当てることができ、戦争を思うがままに処理できた。イギリスではことの真相をめぐって意見が飛び交った。 庶民院は国王ジョージ二世に公的な左盲を嘆願し、十二人にも及ぶ官長が軍法会議にかけられて懲戒免職された。七人が有罪判決、うち一人が永久追放で、残りが半球待遇で予備役となったが、うち三人はその後特赦された。レストックも出廷したが、彼はマシューズが戦列信号と交戦信号を併用していた点を、 指摘し、マシューズに罪を着せることができた。レストックが戦列に入らなかった点も、また問題ではあったが、彼は政府内の複数の有力な支持者を得て、無罪となり、その後の職も世話してもらえた。レストックは、与党保育に影響力を持っていたのである。また、マシューズとの不仲は、自分が最高指揮官の座を逃したことへの逆恨みとも、言われる。 マシューズが出廷したのは1746年のことで戦列が整わないまま交戦に踏み切ったこと、敵を逃がしたこと、自軍に有利な形に敵を誘い込むことに失敗したのが罪状だった。マシューズは自分は勇敢に戦ったと主張したが、1747年6月、法廷は罪状を確定し、マシューズは海軍から罷免された。裁判の後、 マッシューズはランダーフでの辞典で過ごしたが裁判の結果が影響したようには見えなかった。マッシューズはこの結果を自らの失敗によるものというよりは党派による政党政治のせいによるものと考えていた。1749年、マッシューズはロンドンのブルームズベリースクエアに転居し、1751年の10月2日に亡くなった。遺体は ブルームズベリーのセントジョージ協会に埋葬された。ホレス・ウォルポール・トゥーロンの戦いが法廷で議論されるにあたって、この時のマシューズの評価は特に検討するべき対象となった。マシューズを非難する人々は、彼は短期で、古来性がなく、戦時の艦隊式という複雑な業務の処理能力に欠けており、それゆえに負けたのだと主張した。ホレス・ウォルポールは、 サーホーレスマントの書簡の中で、マッシューズは、神は牛肉とプディングに宿っていると信じており、ボクシングの検証試合と、お家に犬をけしかけて遊ぶのを好み、古きイギリスの健康を願って霧を飲むと書いている。ウォルポールは、庶民院での演説でこう述べている。マッシューズは熱く、勇敢で、王兵で、鈍くて、 無秩序な者たちのことを考慮しているマンは、地中海艦隊の指揮官としてのマシューズがナポリに留まっている間、ナポリの中立性がいかがに損なわれたかとの主張に強く反対し、このような声明を発表した。驚くべきことに、マシューズ提督には常識、礼儀作法、あるいは行きといったものがない。提督が知っているのは白黒をつけるということだけであり、中間というものを知らない。 ウォルポールと文通相手たちとは、しばしば、マシューズをイルフリボンドとして、引き合いに出した。これらの批判にもかかわらず、マシューズを個人的に知る人々は、彼を短期であるとは認めつつも、思いやりがあり、親切で愛情を深く、先見の民のある行政官であり、農作業の素質があり、ひたむきなスポーツマンであると述べている。1705年に、 アンティグア出身のヘンリエッタ・バージェスと結婚した。二人の間には息子のトーマスが生まれ陸軍の少佐になった。1740年頃にヘンリエッタが亡くなり、1745年にミリシエント・パウエルと再婚した。ありがとうございます。